どうかしたのか？わあ、もしかして聞こえちゃってました？負けてられないってやつ？うん、そうです。ここ ACQ48 の本拠地じゃないですか。そっか、それでコンサートに行ってみたいのですが、なかなかチケットが手に入らないんです。一度だけでもいいから見に行ってみたいんです。だったらキャンセルチケットを狙ってみるのはどうだ？コンサートの日に予定が入ったなんて人結構いるんじゃないかな。なるほどです。リュウ、ちょっと探してみます。あ、俺も手伝うよ。せっかくチケット手に入れたのに。なあ、この場所であの態度、きっと間違いない。リュウ、聞いてきます。あの、すみません、もしかして ACQ48 のチケット持ってませんか？え、なんでそれを？なんとなく、そんな気がしたんです。そして、予定で行けなくなったりしてませんか？どうしてそれを？アイドルパワーです。あの、もしよかったらそのチケットを譲ってもらえないでしょうか？確かに行けなくはなったけど、これを売れば結構なお金になるしな。やっぱりダメでしょうか？そうだ、ねえ、君も ACQ48 が好きなんだよね。それだったらレアグッズとか持ってないかな？レアグッズですか？そうそう、レアグッズ、サイン入りの CD とか会場限定生写真とか。レアグッズとだったらチケットを交換してあげるよ。なるほどです。だけどリア、そんなレアグッズ持ってません。もし見つけたら持ってきてよ。ちなみに僕の推しは御徒町清子ちゃんだから、彼女のレアグッズなら喜んで交換してあげるからね。朝日さん、ダメでした。そんな肩を落とすなって。だったら今度はレアグッズを探せばいいだろ。え？ここは秋葉原だ。きっとレアグッズを余らせてるファンもそこらにいるって。今度はレアグッズを探しに行こうぜ。女子が僕に話しかけてきた。一体なんだ、何を買わせる気なんだ。違います。実はお尋ねしたいことがありまして。僕にかい？いきなりですが、御徒町清子さんのレアグッズを持ってませんか？なんだ、清ちゃんのか。うん、持ってるよ。それもいっぱい。絶版になったファースト写真集なんて、サイン入りのが5冊もあるよ。お、マジか。もしよかったら1冊ほど譲っていただけないでしょうか？ダメダメ、どれも大切なんだから。そうですよね。だけど交換だったらいいよ。え？最近さ、キヨちゃんより上野翔子ちゃんが気になるんだ。まだ加入したてだからグッズもあまり出回ってないんだよね。彼女のグッズだったらキヨちゃんの写真集と交換してあげるよ。どうしましょう。リピョン、これはチャンスだ。
サイン入り写真集より手に入りやすいんじゃないか。そっか、それもそうですね。今度は上野翔子のグッズを探そう。やっぱり売ってないか。あの、すみません。どうしたの？上野翔子さんのグッズを探しているのですが。ああ、翔子ちゃんか。生写真だったら持ってるよ。え、本当ですか？あの、もしよかったらその生写真を譲っていただけませんか？新入りだけど、一応メンバーの一人だしな。だから、ごめん。ちょっとあげることはできないかな。うわ、やっぱりそうですよね。お、でも勘違いしないでね。僕の推しはウグイス谷春子ちゃんだから。はあ、惜しかったな。なんだか付き合わせてしまってごめんなさい。いいって、気にすんなよ。これ以上付き合わせてしまうのはさすがに申し訳ないです。それじゃあ、いいのか？はい、また今度探してみます。朝日さん、どうもありがとうございました。そっか、分かった。それでは、ACQ48 カフェの前の方に報告に行きましょう。御徒町清子さんのレアグッズ、ありませんでしたって。君はさっきの。ごめんなさい、御徒町清子さんのグッズありませんでした。そう簡単に見つからないよな。一生懸命探したんですけど。わざわざありがとう。なんだか申し訳ないことしちゃったな。いえ、大丈夫です。さすがにチケットはあげられないけど、頑張ってくれたお礼にこれならあげるよ。これはハルハルの生写真だよ。ハルハルってもしかして、ウグイス谷春子さんです。それじゃあ。はい。え、二人してどうしたんだ？あのちょっとだけお待ちいただけますか？え、大丈夫、すぐ戻るから。これって絶版だった御徒町清子ちゃんの生写真じゃないか。それもサイン入りだなんて。頑張りました。これチケットと交換してもらえるかな？はい、もちろんです。ありがとう。おかげで今日はとっても気分がいいよ。よかったな、いくよ。しめ長者のリッピョンです。朝日さん、どうもありがとうございました。気にするなって。それにしてもリッピョンは ACQ48 が本当に好きなんだな。え、違いますよ。え、じゃあなんで？全ては研究のためです。人気アイドルたちの仕草やトーク術、これらを研究して今後の活動に役立てるんです。必ずや彼女たちのスキルを盗んでみせます。研究熱心なのか。
なあ、ここは一体何の妄想球なんだ？リュウの時とは全然雰囲気が違いますね。そうね、随分と暗い雰囲気。ちょっと怖いっていうか、涼しそうっていうか。表の雰囲気も少し怖い感じでした。悪魔とか飛び出してきそうです。妄想に侵食される場所と、その侵食してる妄想って親和性はあるのか？完全に一致とまではいかないけど、それなりに親和性が高かったりするわよ。それでリュウの妄想はよくアイドルのイベントが開催される場所だったんですね。ってことはこれなんかのアニメか？え？アニメ？だってさ、妄想に侵食されてたのってアニマートだろ。アニメグッズの専門店だし。ここがアニメの舞台ってこと？朝日はこの妄想が何のアニメだかわかるの？いや、ちょっと心当たりないな。随分と中二感が満載だなってことはわかるけど。中二？それはなんだっち？中二病のことですよね。天使と悪魔のハーフとか、聖なる扉が開かれたりとか。そうそう、ブラックコーヒー飲んだり、洋楽聴いたり。そしてとっておきの中二といえば、とっておきの PV ごっこ。いて、もうさっさと奥へ進むわよ。セーブポイント忘れずにしとけっち。
るっち。オイラは戦いたくねっち。敵は3体っち。先生でも油断大敵っち。これでも楽勝。待って、やるぞ。どうしたっち。ミサイルまだまだ行くわよ。敵を発見っち。逃げるなら今っち。敵は3体っち。焦る必要はないっち。飛ばしてくせ。楽勝。終わりだ。やるぞ。上書きに気をつけろっち。